はいどうも、パチボス協会でございます。油が飛んどるな。というわけで本日は俺買うてきました、ペペロンチーノ、ペヤング焼きそばペペロンチーノ、ネット3分、あとナポリタンとカルボナーラあったんですけど、私は多分好きじゃないと思うんで、いつも大好きペペロンチーノをね食べたいと思います。まあ、キャロリーは541キロキャロリーもあるね、これでなかなかですねまあ、というわけでね、これ食べていくわけなんですけど、いやあのね、二口でいけんじゃねえのかなと二口、まあ、一口さすがにないと思うんですけど、二口いけんじゃねえのみたいなと思ってまして、大食い早食いは、ね、好きじゃないんですけど、あのこの焼きそばとかパスタの喉に詰まる感じが私前から好きと言ってるんですけど、二口めちゃめちゃ最高ちゃうそれみたいな思いまして、そのチャレンジとかじゃないんやけど、二口で食うてみたいななんて思ってます。まあ、全然推奨できる食べ方でも何でもないし、もうやらない方がいいに決まってるんですけど、飲み込みフェチのパテモソやってみたいなと。まあ、お湯沸きましたんで入れますけど、中入ってもこんな感じですね。唐辛子とキャベツとニンニクが入ってますね。まあ、ペペロンチーノらしい。まあお湯で、ネット3分。まああの、これカットしないんで、長くなりますんで、まああの、何分後かに飛ばしてもらっていいです。食べるとこまで。まあ、誰だか喋りますけど、私に前にね、ちょっと動画撮ったんやけど、データがぶっ飛んじゃって、あの動画にしなかった、動画にしなかった、できなかったやつがあるんですけど、あのペヤングの超大盛り、2玉入ってるやつね、あれね、5口で食えたんですよ。5口ね。ああ、いうことは、これ2つ分やったら5口でいけんだったら、3口、まあ2口ね、頑張って、いけんじゃねえかななんてね、思っておるんですよ。で、無理はしない。もう無理して、はやらないから、最悪3口になる可能性はあるんやけど、ただ1点、野菜とかちょっとポロポロしたやつ残るやん。それはちょっとね、一口入れて、入れないでもらいたいかな。うん、あくまでも口に入った量、かける2で終われば、まあ、ちょっと2口でいったかなみたいな。昔はね、ちょこちょこやってたんですよ、そのあのマクドナルド、普通のハンバーガーを一口とか、まあ、あれは余裕でしたわ。むしろあれ好きでした。喉に詰まる感じがね。あれはね、まあ、最近やってないですけど、そういうのね。味わいたいんで。まあ、そういうのやってないんですけど、まあ、マクドナルド一口はいけたんですよね、余裕で。もんで、ちょっとこちらの、ペヤング、まあ、ノーマルサイズ、ペヤングって普通の焼きそばちょっと少ないんちゃうかなと思ってんのよ。この間の俺の塩の方絶対多いと思って、あのだからパッケージもでかいからね、そっちの方が。まあというわけでね、そういうなんか YouTube っぽい、なんかパテモソお前そういう風に寄せていくんかみたいな感じで思われるかもしれませんけども、ただちょっと好奇心として、あとまあ俺のこの喉詰まり飲み込みフェチからしてやってみたいかななんてね思ってます。皆さんこれ焼きそば何分ぐらいにしますか？私多分3分待たない、今で約、まあ、2分経つかなぐらいだと思うんですよ。だらだらしゃべり、まあ、動画としてはもう4分、まあ、5分近く経ってますけども、まあ2分ぐらいだと思うんですけど、私はもうあと30秒で、あと30秒。まあ、で、湯切りをしたいと思います。昔だけどペヤングって上にさ、これ、プラスチックの蓋やってさ、これ、湯切りしてさ、そのままここに、このソース入れてさ、ふっとね、ふると、めちゃくちゃいい感じに、
ペヤングのソースが混ざるってないけど、今できねえもんなそれ。これで今回やってみよう。これ押さえて振る、こう振ると、振ってシェイクするとすごくいい感じに混ざるって聞いてね、昔はよくやってたんですけども、今はこのね紙タイプになっちゃったんでね、それはできない。あ、時間切ってるわ。切りましょう。湯切りしますわ。はい、まあね、ちょっと今回じゃあ振ってソースをね混ぜてみたいと思います。まあちょっと横の流しで流しながら喋ってるんですけども、湯切りもね、なんかちょっと残った方がいいっていう人もいたりとか、まあ、がっちり湯を切れっていう人もいるんですけどね、まあ、その辺はもうお好きにやってください。あ、キャベツが出た。こんな感じになりました。じゃあちょっと今回フリテーでいきますか。ザーッとかけて蓋してってやりたかったんだよな。ソースかけます。ソースは茶色いやつですね。偏りそうだな、これ。上からバッとかけらんねえから。これでシェイクシェイシェイイ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 イいいんじゃないのこれ。いいじゃないの。でこれバッチリちゃう。ほら、真ん中ちょっと白いけど、ちょっとキャベツが、キャベツ取りたいよな。これ綺麗に剥がれるやつにしてほしいな。まあ、だったら袋外して端で混ぜろってこと、ね。まあ、湯切りでもではついてくるよな、こうキャベツな。いいか、よし。というわけで完成したんで、これ食べたいと思います。よっしゃ。昔はねここでね立ち飯話っていう動画も撮ってたことあるんですよ。立ちながら飯食って喋るっていうね。中身が見えにくいな。なんかいい感じの濃さになってくんねえよな。こういう風にすか。一緒か。どうしたもんかな。この色に合わせてほしいんだよ。ピント合わねえな。この色に合わせてほしいんだよな。暗くてもいいから。よし。というわけで二口いきたいと思います。まあ二口っていうぐらいなんで半分ずつね。熱いのが嫌やな。怖いな、熱いのが。いきまーす。すげえ湯気。じゃあ二口チャレンジ行ってみたいと思います。まあ極力一口目大きく。熱そう、これ湯気やばいけど。よし、じゃあ行きます。行けよ、はよって感じやな。あのくれぐれも真似しないように。死ぬこともありますね、喉詰まるとね。落ちた。よし、いきます。ちょっと冷めたんで OK。 ただ冷めるとね、こうモサモサすか危ないよね。さらに、ね、熱っ。うん、一口目はちょっとね加減しましたけど、多めいった方がいいとか言いながらね、ちょっと余裕でしたんで。端で二口分で取るって難しいな。かっこむか最後、そうしたら無理やな。落ちた、キャベツが。
2やった普通に食えた、まあ、ガガってやった分ね、一応二口目と入れてください。お粗末様でした。ごちそうさまでした。うまかったですよ、ピリ辛で。思った通りのやつ。昔ちょっと前食べたニンニクマックスかなんかあんなやつの、あのペヤングのやつよりこっちの方がうまい。あの科学の味はしませんでした。はい、またなんかこれ地味なやつやるかもしれませんけども、ごちそうさまでした。